今日も元気です。頑張ります。棒読みやな。今日も頑張ります。強度高く運動量だったりハードワークできるってとこがまず一番の売りなんで、まあ、そこを一番大事にしてますね。戸惑いながらもなんかでもそこで迷っちゃいけないなっていう、自分がこうだって思ったことをこうやった時にやっぱ張さんとかもスタッフの方々をちゃんと見てくれてるんで、トライしたことに対してしっかりどうだったああだったっていうのが何ですか、トライアンドエラーできるんで、そこはすごくそういう風に言っていただけるのはありがたいです。やっぱまあ大学ではずっと守備の明治っていう風に言われてたんで、まあ1対1の強さ、まあ守備だけでも攻撃面でもしっかり、まあ、スピードが特徴でもあるんで、そこを生かして攻撃面でも1対1仕掛けれるようにしたいなと思いますね。オーバーラップの回数とかっていうのは求められてるんで、そこはもう自分もしっかり売りにしてたので前面に出すだけかなって思います。やっぱりまずは開幕にスタメンで出るっていうのが目標にしてずっとこう指導からやっているので、まあ、そこに対してはしっかり目標を実現できるようにやるっていうのと、まあ、今年監督もしっかりタイトルを狙いに行くっていうふうにはおっしゃってたので、まあ、そこをもう自分も実際にタイトル取りたいと思いますし、プロ1年目ですけどそういったこのとこに物怖じせずにどんどん自分がチームの中心となってこうサンガを引っ張っていけるような選手になりたいなと思っているので、そうですね、1年間しっかり